カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズ with Google Play へようこそ。どうも、ヒカキンと。はい、マスオです。Hey guys! My name is Tetsu! はい、ということで前回の続き、今回は家を拡大しようということですね。ちょっと狭すぎて、ベッドがもう無理やり置いてあって、入れないというね、お前どけみたいになってたんで、そのままの家を崩して、リフォーム的なね、でっかくすると。ヒカキンさんじゃあ、でかいっすもんね。でかいっすよ。僕、マンションですよ。行きます。ヒカキン、キン。よし。オッケー。はい、この家ですね。来た。近畿。近畿？近畿地方？関東っすよね。あれ？何が？ヒカキンさん、新潟って関東っすか？甲信越とか言うよ、ね。北信越。じゃあ東北でもないってことですか？東北、微妙になんか入らなそうな感じ。やべ、なんか入れないな。よし、いいっすもんね、米毎日食えてる。まあどこの県でも食えるけどね。いやいやいや、米がやっぱ違いますよ、僕。じゃあちょっとここもう壊すね、ここちょっと教習所の免許ここ、あ、バグっちゃった。うん、ちょっとマスオさんちょっと、あれやべ、あれが必要っすね、あの、あれあれ、とりあえずでも木を取りに行ってこなきゃいけないんだ。そうだね、木やっぱり必要だから、はい、で、今回マスオさんはガラス担当ということで砂を取りに行って、そう、砂漠の方に行ってちょっと砂を取ってきたいと思います。じゃあ僕はちょっと木を、僕も木を切ってきます。はい、うわー、くっ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 、クリッパー、あー、ね、やばい、地形壊されないように注意して、地形、うん、下の方にちょっと置いて、下の方で、なるべく、よし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 、おぉ、あぶないあぶないあぶない、お、うまい、ヒカキンうまいな、お、あ、あ、あ、おっしゃ、チームプレイ、チームプレイ、チームプレイですね。よし、じゃあ木を、じゃあ僕は左側行きます。オッケーオッケーオッケー。で、木なるべく、はい、全部根元まで取って、うん、植えて、はい、オッケーオッケー、うん、了解でございます。なくなっちゃうからすげえ気持ちこもってないよね。いやでも僕、はい、いつもこんな感じですよ。そうだ、家でもなんかお母さんに、なんであんだいつもふたけてんのよって、あんな真面目なのにって普段はって、あんな真面目な言われるんですよ。よしよしよし、ヒカキンさんは普段真面目ですもんね。いや、根は、ま、自称根は真面目。おぉ、かっこ自称、そう、自称か、自称です。あれ、マスオさんは自称どうすか？俺は自称不真面目かもしれない。いや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 、いや、マスオさんの兄弟僕みんな知ってますけど根は真面目ですね。根はっていうかもう真面目だな。まあ見た目でも分かりますよ、この構成に。いやいやいや、え、兄弟似てるんですかね？いやー、ちょっともちろん似てるよ。うん、多分分かる、普通に兄弟、うん、分かる分かる。でもヒカキンの兄弟も似てるよね、セイキンさんと。ちょっとだけね。え、あれって声似てる。え、もう一人兄弟いるとかいるんですか？誰か、あ、俺三人兄弟とか。うん、違う違う、実は、実は違う違う違う、残念ながらセイキンのみです。でもすごいっすよね、女の兄弟いたらなんかまた違うよね。いや絶対もう困りますよ、ね、その家がまず、うん、部屋が必要じゃないですか、女性用の。まあそうだけどさ、女心とかわかるでしょ。ああ確かに、そうするとやっぱレディーファーストとか、ちんぷんかんぷんじゃないですか、そもそもそういう。ちんぷんかんぷん。ちなみに僕いとこにも女性が全然いないんですよ。全部男の。お、俺もいとこはあれっすよ、東大生の。ああ動画で見た。やっぱいい系じゃん。そっか、これ上よ、ここら辺でちょっと切ってからちゃんと植えよう。でもすごいっすよね、僕の家庭に東大生が生まれるって。まあね、まあでもダンテはあの勉強以外のところで東大並みの威力を発揮してるかもしれない。そうっすかね。そうだよ、筋肉とかね。いや確かにすげえ筋肉だ。だから単細胞になってたの。いやでも大丈夫だ。大丈夫です。大丈夫だ。フォローありがとう。大丈夫だ。ちょっとさ、ね、砂集めに行きたいんだけどさ、うん、俺あとハート半個しかないんだよ。うん、落ちたら死んじゃうんだよね、すぐ。だから一回自殺しようかなと思って。すごい単語が出てまいりました、マスオさんの口から。自殺え、なんか肉とか取ってきてもいいんじゃないの。うわぁ、エンダーマンかぁ、目の前。うわぁ、なんだ貴様。ちょっと今豚とか牛探すわ。なんか昼間にもエンダーマンいるとか。まだしょうがない。エンダーマンって昼前あんましなければあんましてこないよね。ヒカキン大丈夫だよ。ん、大丈夫。俺はちょっともう疲れちまった。飛ぶよ。行きます。え、疲れた。待って待って、見たい見たい。ああ、痛い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 。どっから飛び降りたらいいかな。こっから、こっから行くわ。崖から。マスオさんのさ、最後の姿が。ほらほら。よし、回復するために行きます。うん、マスオさん諦めないで。なんてあっけないんだ、マスオさんの。マスオさんの人生が。マスオさん人生 あまりにもあっけなくて消えてきた。25歳で。穴も持ってないのか。今全部預けたから大丈夫。そっかそっか。横取りしようかと思ったけど。諦めないでって。よーし、じゃあちょっと取ってきまーす。生まれ変わったんで。そっか、さっきまで。ニューマスオ。
ニューマスを。木はアックスだったのか、そっかそっか。生まれ変わるとしたら何になりたいですか、次。生まれ変わるとしたらね、鳥になりたい。お女になりたい。ちょっとエロい。エロいな。なんで、俺は違う、女になりたいのって聞こえてきた。あでも男か女かだったらどっちがいい？男。俺もそうだな。ああ、でもやっぱトイレ並ばなくていいっすもんね。そうだね。そうだね、それかなり重要。でもおばちゃんだったら男子トイレには入っていけるよね。おばちゃんだったら入れるんですか？たまにいない？あ、もういいや、入っちゃおう。見る見る、たまに。でももしおっさんが、いやいや、入っちゃうかって言って、一人入ったらガーンって捕まっちゃう。相当やばいよ、それ。でもそれって不公平だよね。不公平っすよね。だっておば、ね、そのおばちゃんがさ、男子トイレ入ってくるじゃないですか、その掃除機に。おじさんいないじゃないですか。おじさんが女子トイレ掃除してたら、見たことない。お風呂も同じですよ。捕まっちゃう、捕まっちゃう。そうだね。キャーってなる。すげえマインクラフトしながら、すげえどうでもいいからしてる、ね。なんでこんな不満をぶちまけてんだよ。なんなんですかね、それ。まあね。わあ、いや、でも、あれか。そうだね。か弱いもんですよ、ね。そうだ、そうだ。男は守らないと。そうだよ。あれ俺なんか間違えたかな、これ。やべ。あ、暗くなってきた。やば。チェストを広げました。さすがです、マスオ先輩。あれこれなんかなんで木材減っていくんだこれ。あ、増えてってんのか。作れる量が減ってくってことでしょ。ああ、そういう意味か。22個を作れる。やべ、黒い黒い黒い。やべやべ。やべ、木材、木材。どこですかみんな。家閉じまーす。怖いから一回。ええー。確証できない。あ、閉じますってここだよ。この。一回ちょっと穴開けちゃってたからさ。よし。おお、すげえな。ちょっと今一回戻りまーす。一晩寝よ、みんな。やべ、ちょっと俺戻るまでに時間かかるかも。マジで、マジでマジで。でも結構、砂も取ってきたから。オッケー、あ、PDS かな、戻ってきた。はい。おー、わ、出たー、なんかいる、なんかいる、爆発するやつが来たかもしれない。待って、やばいやばい、それ大丈夫、ほんと大丈夫、大丈夫です、家、壊されちゃうよ。ちょっと待って、PDS の大丈夫がどうしても死んでる。やばい、マジ用なの。全然近くなくない。いや、さっき言ったんで大丈夫です。寝ましょう。今戻りまーす。ゾンビがいる。家すぐそこです。あ、いたいたいた。オッケーオッケー、入るだ。入ります。はい、みんな寝よう。寝ましょう。で、次拡張しましょう。よし。そうだね、あ、寝てる寝てる。こんな狭い家、ヒカキンさんの家じゃないっすよ。狭っ。よーし。そんなうちが広いみたいな。こんな広くないよ。いや、間違ってないよ。動画で見たら、ちょっと。あれ広そうに見えるようにした。広そうに。あ、ゾンビいる。よし。じゃあ、これでもう一回家を拡張しましょう。木結構取ったんで。じゃあ、拡張しましょう。オッケーオッケー。ただ待って、ゾンビがなんかね、薄く今いたんですよ。ほら、ほんとだ。雲もいい。雲もなんかバグってる。なんか上にくっついてんだよ。よし、じゃあ切ってますよ。うん。鉄の剣で叶うと思うな、お前は。あ、もう鉄の剣作ったの。あ、ごめん、石。で、鉄の剣も早く作りたいね。なんで雲、まだこれ夜になってないかも。うわー、バカツが来た。バカツが、嘘、どこに。落としちゃおうぜ。でもリフォームの匠って言われてるから。いや、そんなリフォームいないよ。待って、一回こっちに出てきて。ダンテ、こっち。そうすれば外から方向違うとこから行けば逃げるよ。入ってこれないんでしょ、それ。あ、やばい、入って。ああ、びっくりした。ダメージ食らった。びっくりした、さすが匠。でもこれはクリーパーが手伝ってくれたんだ。手伝ってくれた、手伝ってくれた。おお、なるほど。プラスチコ、プラスチコ、最強のプラスチコ。最強のプラスチックを。こっち、どうせこっちの壁壊れる。これは全部、斧でやった方が壊しやすいから。あ、そうなの。うん。アックス、木の斧。ほんとだ。よし、よしよし。じゃあみんなコツコツやろう、今回は。はい、やりますか。砂はあれですもんね、シャベルでやった方が。砂はシャベル。あれ、これ、もう下切っちゃえばいいんじゃないですか、これ、下。あ、もっと、じゃあ、下はさ、高さ、この、これと同じでしょ、ここと。どうですか、これ、今、光る金見えるかな。光る金、光る金、光る金、光る金。背が抜けなくて。了解でございます。ここの高さで合わせよう。はい。あ、ここがじゃあもう1階になるってことね。そうだよ。もしかしたらさ、ここのさ、ここと。え、エンダーマン。エンダーマンだ。まあ、大丈夫、大丈夫。なんでブロック持ってんすかね。かわいいね。で、家、大きいの作って、この、中、この山の中にまで入って、そっから上までの橋を作るとか。じゃあここ全部壁になるってことね、この辺。そんぐらいの広さでもいいけど、やっぱりそこはヒカキンのセンスで。じゃあ頑張ってみるか、ダンテと。でもさ、夜寝るってさ、これ壁ないと寝れないんだよね。いや、寝れるよ。あ、そっか。うん、敵が周りに。なんか浮いちゃってんだけど、ベッド。あ、大丈夫大丈夫。
大丈夫大丈夫。じゃあこの辺もう壁作るよ、この階段の部分。どんだけキー必要なんだろう、これ。でも結構切りましたよ。なんかエンダーマンの声がブー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 って、あ、来てきてきてきて。今かまどでちょっとガラス作ってますんで。エンダってる、エンダってる。じゃあ俺もキーちょっと集めてこようかな。この辺でこうやってね、この辺壁にしていってことでね、こうやって。まあ登ってきたと思った。あ、松明があるからね。順調順調。まず壊すのが結構時間かかっちゃうね、どうしても。そうだね。ただベッドで夜寝れるかだけちょっと心配。その周りに敵がいっぱい出てきた時にそれはまたダメだなみたいな。なんかすごい想像できちゃうんだけど。やばい、すごい。うわ、斧がね、斧。え、この普通の木って斧で切った方がいいんですよね、マスオ先輩。そうだね。先輩、先輩って呼ばれちゃった。いやいやいや、マスオ、まあ、マイクラの先輩じゃないですか。そうですよ。いやいやいや、そんなこと言ったら下の方にクリーパーいっぱいいんな。いや、地味だ、これ。うわ、なんか変な声がしたな。あ、これって赤ギザギザになってればここいらないのか。あ、斧作った方が早いの。やべ、あ、斧作った方が多分早いと思うよ。そうでございます。ね、斧早い。あー、くそ。よいしょ。そう、斧が。よいしょ。ギリギリ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こういう感じでいいのかな。かなりでかくなるぞ、これ。いや、ほんと大きくしよう。うん。もうそこは。5点にしちゃいましょう。そうだね。そうだよ。あ、エンダーマンか。ね、エンダーマンがめっちゃいるよね。すごい、デコボコな家に。そうだね。なんかほんと、その地形のそのまんまにやってるんだけど。斜めだとガラスつけて、あえて外側のやっぱあの松明を置いたまんまにしてね。うん、でもなんか超広くなりそう。いやいや、いいよ。閉じれるかなってぐらいでかいんだけど。頑張りましょう。じゃあこの辺キーパー集めてこよう。そうだね。よいしょ。まあいいや、大まかにだからとりあえずここをこうやって閉じて。だってもう入ってこれないもんね、これで。入ってこれないんじゃないかな、この時点で。俺も入れるのかなって。もう一段くらい、もう一段くらい。あ、この辺が危険だな。とりあえずベッドで寝れるようにはしておきたいんだよな。え、ベッドでも今のところで寝れる。あ、そっかそっか。から空中に浮いてる。あ、でも敵がいたら。いや、なんか怪しいよね。うわ、もう木めっちゃ使っちゃった。あ、ここ水あるじゃん。よし、だいぶいい感じになってきた。んで、あれ、うわ、もう、雲が飛んでる。そう、それバグってるから、これでいいよ。いやー、リフォーム。結構リフォームって時間かかるよね。そうだね。うん、それもでかいからね。上の邪魔慣れてない僕らからすると。え、これって、ボックスとか壊した方がいいですよね。あー、でも最終的にでいいかもしれない。あ、そうで。ボックス壊すと、全部爆発しちゃうから。全然壊してもいいんだけどね。了解です。アックスが。そう、地味だよ。でもこれがね、平和でいいんだよ。やっぱ現実でもこんなもんですよね。何を語ってんの。黄昏てきた。何を語ったんや。大変っすよね、家建てるの。でもあれってなんか最近パズルみたいになってんすよね、家を建てるのって。へえ。なんかもともと作ってあって、それをただパズルみたいに組み立てるっていう。まあマンションも。ああ、そう。じゃあここがあのプラモデルみたいなね、設計図のこのアイテムだみたいな。アイテムっていうか材料だみたいな。へえ、そういう風なんだ。いや、多分それとは違うと思うんですけど。え？いや、もともとも結構出来上がっちゃってるんですよね。ポイーン。ポイーン。これ最初から作ってるじゃないですか。そうやね。まあ設計図ないとね、それはね、作られる人も心配だからね。よし、じゃあ、これで。なんかクリエイティブで作った絵よりいい家作りたいね。はい。あれ、いい家だったからな。うん、あれね。なかなかな。あれをサバイバルで作るってなったら相当大変だよ。いや、それ以上作っちゃいます。うん。なんせ日陰さんの家ですからね。そうだよ。やたら持ち上げてる。あ、めっちゃ木持ってる。やったぜ。地味だ。よし。反対側の。なんて地味な作業飽きてくるという。いや、集中力。そう、俺すっごい好きなんだよね、こういうの。なんかこの永久に同じ動きをする。じゃあ流れ作業とか得意なんですか。ね、好き。得意かは分かんないけど。なんか頭使っていろんなことを応用しなきゃいけないことよりも、だからジグソーパズルみたいなひたすらやるやつは。なんか楽しいよね。パン工場のあの流れ作業とか大変っすよ、あれ。それやったことないから。何のために生きてんのかって。いや、ほんとそんと。やったことあるんだ。あります、あります。へえ。いろいろやってまして。それなら何、普通にレジとかの方が好きなの。レジの方がやっぱ。あ、でもレジも辛いっすよね、やっぱ。なんか誤差出しまくって。あ
じゃあ絶対俺のせいにしてくんですよ。どうするお前がやったんだろうって。お前しかいねえよって。1万円の誤差とかでも。1万円の誤差は1万円の誤差かなり大きいね。1万円ってだってコンビニで行ったら相当売らなきゃまずいね。1万円ってでかいよね。でかいっすね。夜になってきた？なってきたね。やばいね。あれ、これ、4段階。おー。とりあえず枠作っちゃいましょう。それがいいね。あれ？今枠作ってんだけどさ。俺どこにいるんだ？迷子になったかもしれない。大丈夫ですよ、マスオさんなら生還できます。やたら先輩、なんか持ち上げてる。俺どこにいるんだ。マスオさんがバグってる。いや違う違う、バグってない。よくは分かんなくなった。素直に、迷子。いやもう、あ、痛い。よかった。あっちか、食らっちまった。ほっとりあえず外枠分けて、家がこうできてる。いや全然もう。やべえ、変なとこ。どっから入ったらいい。とりあえず四つか、どこでもどこでも。なんだ。いや、なんか悪気はないんですけどね。これ、なんかどっかから入っ、あ、こっから入れるじゃん。あ、全然掘っちゃってもいいから、ね、ただ俺はこの早く4段にして敵が入れないようにしたいんだ。3段でも入るんですけど、ね、だよね。ただね、ちょっとなんか入りやすそうなとことかありそうなんだよね。すげえでかい家だ。ごめん、でかいと思って、なんかとにかくでかくしちゃったよ。てか地形を利用しちゃった。ね、一回寝よっか。うん。だってこっちから入ってこないよな。寝ますか。うん、今2段にしてるから。浮いてる。俺ベッドでちょっと寝まーす。もう寝てまーす。オッケーオッケー。すごい。うわ、いや、まとまってましたね、みんな。ね、いい感じできたよ。うん、よし、全部2段になったかな、これで。おこれで寝ればいいのかな。はい。おー、嬉しいじゃん、これ。じゃあ次回さらに拡大ということですね。そうだね。これで嬉しい朝になったわ。やっと全回復した。あ、今一応やったのがこういう感じ。外枠だけ作ったけど、うん、あと入り口と、うん、地上へ出る階段と、とかね、うん、ここも全部あれだね、閉めちゃって。そうなんです。でかー。この入り口みたいな。でもさ、こっち側壁あるようなもんだもんね。うん、ここどこを入り口にするかとかもでも考えなきゃね、これね。そうだね。大体向こうからまた出てくる時とかね。結構すごい形にしたね、これね。これでもさ、死んだ場合ってここに出るの？それともまた、このワールド作った時にとか。ワールド作った時に。ってことはやっぱそっちから見えるところが入り口の方がいいから。このベッドのところが入り口で。そうだね。じゃあ俺入り口作ろうかな。オッケーオッケー。うん、じゃあ次回また入り口作ってもらいましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。ボーイ。ヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録をお済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと、登録完了しますので、ぜひぜひお願いします。その他、今日のゲスト、マスオに、PDS の、マスオゲームズに PDS ゲームズというゲーム実況チャンネルもあります。この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、合わせてチャンネル登録お願いします。その他私ヒカキンの、LINE 公式アカウントに Twitter アカウント、オフィシャルブログの URL もこの動画の概要欄に合わせて載せておきますので、友達登録フォローなどお願いします。うっばーい。うっばーい。うっばーい。